昔計画されてた地下都市の廃墟が残っているんだ。くねえよ、バカ言ってねえで急ぐぞ。いいや、私は行かない。そっちは怖い、地上を行かないなら協力し。兄、なんでマルコの立体起動装置を持っていた。わずかな傷やへこみだ。一緒に整備した思い出だから。僕にはわかった。じゃあ生け捕りにした2体の巨人、兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの。今だって信じられないよ。きっとなんか間違いだって思いたくて。そのせいで生け捕りにした2体の巨人を殺した犯人と君たち104期訓練兵の同期である可能性がある。その女型の巨人と思わしき女性が選択を間違えたから、俺が仲間を信じたいと思ったから、みんな死んだ。俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、殺す。